どうもどうも、セイラでございます。ということで本日もですね、このセイラストーク始めていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、僕昨日ね、個人的にちょっとねしんどいなーって思うことがあって、まあその中でね、僕が今参加させていただいてる方のね、あのコミュニティの方にまあいろいろとね話を聞いてもらってて、でまあね、寝たのがね3時とかなんですよね。っていうのもまあ話聞いてもらった後に、なんかこうエネルギー高くなってきて、よし今のエネルギーのままちょっと自分のメールでメルマガ流そうみたいな感じになってね、2時半ぐらいからメール書き始めて、で3時過ぎぐらいに書き終わったなっていう感じだったん で、まあそっから寝たんでね、ちょっとね眠たいなっていう感じですね。で現在10時ぐらいかな、10時ぐらいなんですけど、まあ起きて30分ぐらいかな経ってて、でまあ今はもう元気なんでね、いろいろとね質問とかにも答えていきたいなというふうに思っております。とにかくですね、僕の目を覚ますためにもこれから、コーヒーを入れていこうかなというふうに思うんですけど、今日は何を飲もうかなっていう感じですね。今日はそうですね、まあいろいろ種類があるんですけど、今日はこの妹からもらった東京コーヒーですね、オーガニックのコーヒーらしいですけど、これを飲んでいこうかなというふうに思います。よいしょ。豆が脱走しましたね。本当にね、まだ脳がなんか全然起ききってない感じっていうのがすごいあってね、もうなんかだるいなーっていう感じじゃないですか、しんどいなーみたいな感じでもないんですけど、眠いなーっていう感じはありますね。で今日もね、結局またリアルタイムでね撮っちゃってるっていうね、まあアップの前日に撮ってるっていう感じに最近なってきてて、もうあのため撮りはお蔵入りにしようかなって思ってましたね、本当まああれもね、いつか流せたらいいかなというふうに思っていますけど、まああれよりもこのリアルタイムの方がやっぱなんかちょっと僕もやる気になるしね、このリアルタイム性をね、だから、結構重視しながらやっていきたいなというふうには思ってます。もちろんね、出張とかあったりとか移動とかあったりとかするときってやっぱ難しいなっていうふうには思うんで、まあどっかのタイミングでね、まあ前の本当にホテルでパッと撮ったみたいな動画みたいになるときもあると思いますけど、まあそんな感じでね、こうリアルタイムを大事にしながらやっていきたいなというふうには思ってます。豆はどこに逃げたんだ。どこ行っちゃった。まあ入れていくか。もうこのフィルターもちょっとずつ少なくなってきたな。まあまだ200枚ぐらい買い置きしてるんですけどね。ではもう早速ちょっとですね、これ前回の動画の時なんか入れるまでずっと僕がただただ喋っただけだったんで、今回はもう早速ねコメント拾って読んでいこうかなというふうに思います。ということで、いくつか来てましたね。まずネガティブな人生から抜け出す建設的な思考を持とうっていうセーラーズトークの回の時にいただいたコメントですね。小林にわとりさんからです。私もセイラーさんの声好きですよ。セイラさんの動画を見ると気持ちが落ち着きます。シャツもう少しプレスをするといいかなということでコメントいただいてますね。いやこのねシャツの件ね、結構いろんな人に言われたんですけど、一つ言っときたいんですよ。一つ言っときたいのが、本当あれ旅先なんですよ。旅先でいつもね、僕リュックでだいたい移動したんですよね。キャリーってやっぱしんどいじゃないですか。でキャリーしんどいからどうしてもリュックでこうスムーズに歩きたいといつも思っててその結果どうしてるかっていうと、こう、冬なんで特にね、服を圧縮袋に入れて持っていくんですよね。で、あれ朝なんですよ。僕もね、前の日から、出しといてよかったんですけど、その日に出しちゃってね、圧縮袋から。で、それをそのまま着ちゃったんで、だからね、あんなくしゃくしゃなんですよね。はい。っていうところだけ、ぜひわかって、いつもあのシャツを着てるわけじゃないんで、いつもは割とピンピンにしてるんでね、そこだけ、ご理解いただけたらなと思っております。っていう感じですね。はい。まあそういうね、こうで、いつもやったスライドだけなんですけど、こう、目に見えたね、
映像があるとそういったところのコメントも来るんだなとちょっと新鮮な気持ちになっておりますが、まあそういうのもね結構面白いですよね。そういうコメントが来るのも悪くないなと思います。さてと、じゃあもうこれ入れていきます。いつもこの時間が好きなんですね。この蒸らしてる時のこのパンケーキみたいに膨らんでいく時の、この香りがすんごいもう朝やなっていう感じしますね。まあ、前回は昼でしたけどね。はい。ということで次のコメントも読んでいきましょう。はい。ともこ S44 さんからですね。素を出しすぎているのか、日によって気分にムラのある人が職場にいます。無視されたり当たられたりすると腹が立ちます。怒りマックスになったのを早く沈める方法ってありますか？関わらなければいいんですが、そうもいかない時もあり疲れますっていうことですね。コメントありがとうございます。ってことでですね、まあこういうことってあるなーっていうふうに思いますね。こう、なんでこいついつもイライラしてんだみたいな人っていたりしますよね。なんかこの人いつも自分に対して当たってくるなーみたいなってあると思うんですよね。そういうのってやっぱり疲れないでおこうと思っても、やっぱ疲れちゃうもんですよね。疲れちゃうもんだし、その時どうこうしようみたいな感じで捉えるっていうのは無理なのかなっていうふうに思うんですね。やっぱ人間なんで何か言われた時に感情的になる部分っていうのはあると思うんですよ。でその後にこうどうそれを再定義するかっていうのはすごく大事だなっていうふうには思ってて、例えば僕とかで言ったらなんか嫌な出来事が起こった時に、じゃあここから何か学べたりすることってないかなーって一旦考えるんですね。っていうのも僕は普段から結構いろんなところで言ってて、昨日もツイッターでツイートしてたんですけど、その僕は自分の主人公を壮大なね物語だと思ってると。でだから僕は主人公、そこの主人公でめちゃめちゃ面白い人生を歩むんだっていう風にこう設定してるわけですね。すると嫌なやつが出てきた時は、こいつはミニクッパだみたいな感じで捉えるんですよ。ミニクッパが出てきたらこいつを倒すぞみたいな感じで考えているわけですね。で、そいつをどういうふうにこれからの人生においてプラスにしていくか。まあ僕がよく言う例ですけど、ドラゴンボールで言うフリーザはその時最低だったけど、結果的に見たら悟空がスーパーサイヤ人になるための役割を果たしてくれたっていうことになるじゃないですか。そういうふうに自分の嫌な人とか嫌な人っていうのをフリーザにしていくっていうのが、僕はすごく大事な感覚だなっていうふうに思ってて、自分がどういうふうに捉えるかってすごい大事なんですよ、やっぱり。何かというと、こうキャスティングってされてるじゃないですか、やっぱり。で、キャスティングされている中で、僕たちはそれをどういうふうに捉えていくのかっていうのがすごく大事。もちろん、そのキャスティングによって落ち込んでしまったりとかすることって絶対あるから、その時に一人で抱え込まずにコミュニティに頼ってねっていうことは僕は常に言ってて、で、僕も昨日はね、結局、自分がしんどくなったなってなって、で、その後、まあ、コミュニティの方にね、こういうことがあって、っていうことを、まあ、赤裸々に話したんですよね。僕は基本的に自分を飾りたくないなっていうふうにいつも思っているので、なので、まあ、もう本当に僕は素をそのまま出していきたいなと思って、今、コミュニティの方にね、こういうことあったんですよね、みたいな。で、こういうことあったんですけど、こういうふうに話し、してて、で、こういうふうに向き合ってもらって、もうすごい元気出たんです、みたいな。そういった、こう、話をしたんですよね。すると、本当にこう、まあ僕、バラマキコミュニティという自分のメールコミュニティやってるんですけど、そのコミュニティメンバーからめちゃめちゃね、朝起きた瞬間にメール来てて、で、なんか、いや、セイラさんもそうやって悩む時があるんですね、とか、いつでも私にもなんか言ってください、とかね。なんかそういう風に、言ってくれてたんですね。もうすごく嬉しかったですし、なんかそうやってね、こう、自分が受け取る側だけじゃなくて、自分も何かこのコミュニティに貢献していきたいと思ってくれてるとか、すごくたくさんいたことに、本当朝からこう、感動しててですね、もう今はエネルギーマックスになってる状態です。本当にね、今はめちゃくちゃ元気なんですよ。今はめちゃくちゃ元気なんでね、こうやって動画も撮れてるわけですけども、まあそんな話をしているうちにコーヒーができたので飲んでいこうと思います。こちらね、僕のオフショットの方で、まあオフショットっていうのはね、その、小野田さんとやってるチャンネルで収録したんですけど、まあそこで飲んだ、紹介した東京コーヒーっていうオーガニックのコーヒーです。やっぱうまいね。コーヒーはやっぱうまいね。ということでね、どんどん紹介していきましょう。はい。なんか結構、この自ら、舐められずに自らなろうとしてしまっているとの特徴にですね、結構涙溢れましたとか、そういったコメントくれてる方が多くて、本当嬉しいなっていうふうに思います。これを結構伝えたい内容だったので、
ああ、なんかこう、届いてよかったな、みたいな感じで、僕もすごい、こう、感動してますね。うん、逆に、人間関係において問題なしは逆に危険ということでね、まあ、前回の動画ですね。JL さんかな、これは。いつも声だけだから新鮮っていうことでですね。そうですね。結構そういった声もいただいてて、なんかバラマキコミュニティの方にも、まあそういった、最近のセーラーズトークが割と新鮮で楽しいですっていうようなコメントいただいてて、よかったと思ってるんですよね。この新企画やるときはどうなのかなって思ってたんですけど、割と好評で、こうなんか距離が近く感じますとかって言ってくれてる方とかもいて、まあその中でね、こうバラマキコミュニティに参加してくれる人とかも増えてきてて、セーラーズトーク見て参加しましたっていう人とかも増えてきてるんですね。なのでまあ、嬉しいなっていう感じ。次、ともこ S44 さん。セーラーズトーク、毎朝楽しみにしています。毎回感覚をアップデートできます。セイラさんに感謝です。ありがとうございます。ということで、もうひたすら感謝してくれてますね。ありがとうございます。ということで、もう非常に朝からいいプレゼントをもらったなっていう感じなんですけど、今回は非常にね、こう、なんか優しい、温かいコメントすごく多い。まあ、前回もそうでしたけど、温かいコメントが多くて、まあ、このセイラズトークにくれるコメントみんな温かいですね。すごく嬉しいです。ということでね、まあなんか最近ね、いろんな、僕もこうエネルギーがバーッと高まったりとかってするときに、やっぱりこう誰かから、こう、奪うって言ったらあれなんですけどね。まあそういうふうにこう、なんとなくで人っていうのはやっぱりこうエネルギー高い人から奪っちゃったりとかってするもんなんですよね。それっていうのは、まあ結構あるもんです、やっぱり。エネルギーが高いな、自分盛り上がってるなとか、まあ僕の動画とか見てくれて、僕のメールとか見てくれて、こうエネルギー高くなってる時に嫌な出来事が起こるっていうのすごく多いんですけど、やっぱそうやってエネルギーが高くなってる証拠なんですね。自分のエネルギーが高くなってるから、そのまあエナジーヴァンパイアとかって言われるような人たちが、こう、あいつ元気あるぞみたいな感じでね、こう、あいつからちょっとエネルギーもらおうぜみたいな感じになっちゃうんですよね。こういうっていうのは結構あるんですよね。なので、そうやって狙われてる時っていうのは自分が前向きに進んでる時なんだっていうふうに再定義もできるわけなので、まあそういう風にね、捉えていくのが大事なのかなっていう風に思ってます。あとやっぱり奪われてしまった時にこう一人でうわーってなったりするんじゃなくて、とにかくこういうことがあって、疲れたんだけど、こういう風にしていきたいと思ってるみたいな感じでね、僕のコミュニティとかに言ってきてくれたら、僕それ紹介して、こうなんかみんなでね、こうエネルギー高めていきましょうみたいなね、感じのメールとかも送れたりしたりすると思うし、そういう人に向けたね、コンテンツとかも作っていこうとは思うので、なんでまあぜひね、そうやってこう活用していってほしいなっていう風に思ってます。やっぱ人間、一人でね、なんか全て抱え込もうとしたらしんどくなってしまうと思うし、なんかそうやってね、自分に対してやっぱ自分ってどうせこんなもんみたいな感じで思っていてしまって、自分で自分を否定してしまったりするようになってくるわけですよね。だから僕の LINE アットの方にも、なんか前向きに考えるとかっていうのはすごいわかるけど、それができないから困ってるんですよみたいなことを言ってきてくれてる人がいて、でまあなんかそれって結果的に今までね、こう自分でいろんなものを一人で抱えてきて何もこう超えてこられなかったからこそそうなっちゃってると思うんですね。やっぱ一つね、何かを超えてもらったら必ず、あ、自分ってもっとできるんだっていうのが出てくるんですよ。で、僕のそのバラマキの方でもやっぱ初めは全然自分今までも変われなかったんですけど、すごく多くて、でもそんな人にも、でもこういう風にやっていこうよっていうことを僕は常に言い続けてきた結果、この小さなことからでいいからやろうっていうことを言ってて、その中で今まで変われなかったけど、なんかここに参加してからすごい変われるようになりましたとか、なんかこう一人じゃないんだっていうことに気づけましたとか、なんかそういったコメントがすごく届くようになってきたんですよね。なので、人って変われない人間とかじゃないんですよ。変われない人なんていないんですね。そうじゃなくて、変われないって思い込んでる自分がいるだけだっていうことに気づいてほしいなっていう風に思うんですよ。で、そういう時に大事なのが、やっぱりまあこう正しく前に進んでいける知識であったりだとか、それこそね、自分一人じゃないんだって思わせてくれる仲間であったりだとか、そういうのがすごく大事だなっていうふうに思うので、なのでそういうなんか目先に見える近くにある近所の付き合いとか、なんかそういったものだけが人間関係なんじゃなくて、本当に志でつながっている仲間たちっていうのが大事なんだっていうふうに捉えておいてもらえると、もっともっとね、人生明るく見れるのかなっていうふうには思ってます。で、そういった明るく見るためにも、こう僕のコミュニティとかも使っていってほしいなっていうふうに思っているので、まあぜひね、僕のコミュニティとかも参加して、そうやってエネルギー高めていってもらえたらなというふうに思います。もう参加してもらったらね、僕も仲間だっていう感じで、どん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 こう、返信とかいただいたら、それをシェアしていったりとかもしていきたいなというふうには思っているので、どんどんね、参加して、こういうことがありましたとかっていう相談でもいいですしね、質問とかでもいいですし、まあ個別にね、一つ一つ答えていくっていうことはもう人数的に無理にはなってきてるんですけど、全部に目を通しているので、
なのでその中でこういろいろ返信はしていきたいなと、返信というかまあメール送っていきたいなというふうには思ってるんで、ぜひいろいろ送ってきていただけたらなというふうに思います。で本当にね、今回もこうコメントいろいろ紹介させていただいたんですけど、そういったコメントって結構僕こうエネルギーになってて、ちょっと些細なね、ありがとうございますっていう一言だけでもこうなんかすごく、ああこうなんかそのためにやってるってわけじゃないけど、でも嬉しいなって思って、それだけで気分が明るくなってね、こうやって動画の声のトーンが一つ上がったりすると思うんですよね。上がってないなっていうツッコミがあると思うんですけど、まあそんな感じで僕の気分的にはこう、一つテンションが上がってる状態で収録できているので、まあすごいコメントとかも感謝してます。みんなで作り上げていくセーラーズトークみたいな感じでやっていきたいなというふうに思ってます。なのでぜひね、あなたも感じたこととかがあれば、何でもいいのでね、コメントいただけたらなと思います。ということで、今回はこの辺で、ありがとうございました。